千歳に石破さんを後出しじゃんけんで出ると思いますか。いやー、この感じだと出ないんじゃないですかね。岸田さんが一応その安倍さんだったり麻生さんだったりっていう昔ながらの政治家が支持するっていう形で、今のところその議員内でのあの人気はありますよと。そうじゃない形で、あの河野さん、いや、あの河野さんってあの麻生派なんで、本来であればその麻生さんが応援するべきなんですけど、麻生さん的には河野さんになってほしくないと。河野さんが強くなりすぎると麻生派が河野派になっちゃう可能性があるんですよね。それは嫌だと。なので麻生派で居続けるためにも河野さんは支援しないという形多分なるっぽいんですよね。割と河野さんって今回のそのコロナ対策だったりとかで結構ちゃんとあの実務をやってる人なので、なので石破さんは河野さんを応援するっていう方向に多分するんだと思うんですよね。で、結果としてそのなんか岸田さんがなったりとか、その安倍首相が推しているという右系の何の実績もない女性の人とかだったりとか、旦那が元ヤクザみたいな人がなるよりは河野さんがなった方が多分社会にとっていいというのは石破さんが考えたので、あえて自分が出るのではなく河野さんを推すという方向に行くっていうことなんだと思うんですよね。石破さんが今出たとしてもその総理になる確率はほぼないので、それだったら河野さんを応援する方がまだその社会にとっていいかもしれないという、そういう解釈なんじゃないかなと思ってます。国の代表が女性がした方が世の中が平和になると思っていますがどうですか。最近アフガニスタンの関係で世界情勢が不安定になっています。男性が代表すると武力で解決しようとしがちですが、女性の代表で積極的に武力交渉した人は思い当たらないです。暴動が起きた時も破壊行為も男性が主にやっている印象です。イギリスのサッチャーさんがあれアルゼンチンのとか強襲したんじゃなかったっけ。結局その世の中って男性のそのあの総理大臣とかその大統領とかが多いのでそう見えるんですけど、あの女性で戦争してる人も結構いるので、例えばあのクレオパトラさんとかもあのエジプトでめっちゃ戦争してますし、その女性だから戦争しないっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思いますけど、そもそもの、その女性の方が戦争しづらいかどうかでいくと、戦争行為そのもので前線に行くことはないんですけど、他人に行かせることを厭わない女性っていうのは結構いるんですよね。日本でもそのなんか総裁になろうとしてる割と右系の女性かなんかも戦争行為があったらやらなきゃいけないよねみたいなこと言ったりとか、あと防衛大臣で女性がなった人も割とそういう強気な発言とかしてたと思うんですけど、女性だから戦争に興味がないというのは割とその女性だからっていう偏見な気がするんですよね。で、結局のところはあの戦争した方が得な場合と戦争した方が損な場合っていうのがあって、大体それってあのバックグラウンドで決まるんですよね。アメリカで行くとあのブッシュ大統領がブッシュジュニアがイラクの戦争とか始めたんですけど、で、もともとそのテキサスであのカーライルグループっていうあの今いろんな企業、あのその兵器とか作ってる企業がその傘下にあるようなところがお金を出してた、支持してたりするので、戦争すると支持者が喜ぶっていう構造だったりするんですよね、ブッシュ大統領の場合は。っていうのもあって、なのでその戦争すると得をするっていう利権だったりとか、そういう支持者がいる人がトップに立った方が戦争になる確率は高いんですよね。日本で行くと中国をどうにかした方がいいとかっていうのは割と強気で言ってる、日本会議的なところの支持を受けてるような右系の支持者が多いようなところの人が、じゃあ日本の総理大臣になりましたっていうと、じゃあ中国とぶつかってもいいんじゃねみたいな強気なことを言う場合もあるので、なのでその思想がどうかっていう問題で、その男か女かっていうのはあんまり関係ないんじゃないかなと思いますけども、はい。